やっぱり J リーグにいちゃダメでしたよね。そうだね、はい、メイルソンの次に衝撃受けたね。あ、そうですよね、うん、19年やってきてるわけじゃない、はい、あこいつすごかったなとか、こいつ嫌だったなみたいな。そうですね、やっぱりディフェンスで、うん、衝撃受けたのはトゥーリオさんですね。あ、トゥーリオ、はい、僕自身もちょっとヘディングは正直自信があったんですよ、うん、この身長ですけど、うん、まあ、ジャンプ力だったりちょっと滞空時間の方で、まあ、ある程度、ね、勝てるかなっていう気持ちでいたんですけど、うん、トゥーリオさんと競った時だけボールのなんていうんですか、照る空間に入れなかったっていうのはちょっと衝撃を受けました。競らせてもらえなかった。そう、そのボールの近くにこう入れないというか、うんうん、入ったらどうしてもねファール気味になって怒られるっていうのがありましたね。怒られるの？トゥーリオ怒られましたね。何やってんだよみたいな感じで。あいつすごいね。怖かったですけど、うまかったのはコオロギ心臓でしたね。おお、それ一緒にやって、一緒にやってですね、まあ見てても、うん、まあちょっと自分と似てるなって思ったりしてたんですけど、実際入るとすごい器用で、うん、右も左も、両方使えて、うん、でしなやかで速くてあんまり欠点がないなっていうのは、はい、感じましたね。欠点といえば欲がないぐらいだね。多分欲がないですね。ああ見えてすごい優しいし、うん、そこぐらい、それはいいとこなんだけどね、はい、うん、自分がやった19年の中のベタだけどベスト11とか教えてよ。いや、それ最近やったんですけど。あ、やったの、はい、うん、19年、19年ですよ。絞れなかったんですよ結局。多すぎて、多すぎて結局2チーム分作っちゃったんですね、うん、その1回出してるんで、うん、でその時もやっぱ名前を出せなかった選手もいたんですけど、うん、まあね、多すぎるからね。多すぎてキーパーは西川周作です、ね、もう、はい、やっぱちょっと違う安心感がやっぱありますね。まあたとえね決められても、まあ周作ならしょうがないかってなんか思えるようなキーパー。何やってんだよじゃなくね。そうですね、フォワードの立場をするとさ、はい、キーパーにシビアじゃん、どっちかというと。そうですね、取ってくれよって、ね、うん、難しいですね。ディフェンス、あの川崎のジェジュジェジュでしたっけ。うん、ジェジュ、あれはもう能力高かったですね。そうだね、最近の話なんですけど、うん、センターバックでトゥーリオとジェジュでいきますよ。じゃあセンターバックだね。はい、サイドバック、サイドバックですか、うん、右は塩谷ですかね。おー、塩谷はすごいいい選手だな。そうだね、なんかこの前の試合見ても中東に行って帰ってきて、はい、なんかさらに安定感を増してるというか、はい、体が大きくなったというかね、はい、代表入んねえかな。体大きくて強くてスピードあって、うん、で右足左足使える、うん、いい選手です。なるほど、まあ、左サイド誰にしましょうか。まあまあ限られてくるよね、左サイドって。一緒にやって、あと今代表の板倉浩とか。おー、板倉浩、はい、え、どこでやってるの。仙台でやってます。仙台で1年かな、はい、フロンターレからレンタルで仙台来て。じゃああいつが、そっか、若い時か、もう完全にその18位とか、本当に行く前ですね。そのドイツですか。ドイツ、でもシティだね。シティ、そうだよね。マンチェスターシティに行く前ですね。1年やってましたけど、やっぱりね、あのサイズで足元上手で動けて、次の代表のもう多分センターバックはそうなるだろうね。若くて、はい、今回もね、はい、ドイツに安定してるし、ですごい人間的にも明るくて、まあいうキャラでね、ほんと可愛がられてる。ああ、そうなんだ、はい、へえ。中盤、中盤はいや、いっぱいいますね。いっぱいいますね。結構やっぱり中村健吾さんでしたね。ああ、健吾はもう対戦してて、ね、パス受けたいって思いましたね、やっぱり。ああ、一緒にやりたい、ちょっと受けてみたかったなとか。うん、あとはやっぱり僕がどっちかっていうとこの対戦相手でマークしたり、うん、常にこう見てることが多かったので、うん、
まあ、やっぱ考えてすごいポジション取ってくるんで、そういうのちょっと感じてましたね。あ、これアンチだね。あとは青山ですね。おお、広島の青山。広島の青山ですね。いくつになるの？僕の一つ下ですね。今年7っす。あ、けど早生まれなので、まあ7の年ですよね。結構な年だ、もう、はい、ある意味。やっぱフォワードとしては見てもらえる？常に見てくれますし、まあ、技術も高いですし、あとはやっぱ自分に厳しいですね。まあ、石原もどっちかそうでしょ。自分に厳しいでしょ。自分には甘いんじゃないですかね。あ、そう。いや、俺もお酒飲まない時点で自分に厳しいと思う。まあ、好きじゃねえだけか。そうそう、うん、青山どういう感じなの？やっぱりその一本のパスが通らなかった時の悔しがり方とか、それがね、試合もそうですし、練習からそう自分に向き合ってて、なんで出せなかったんだみたいなとか、ちょっとフォワードとは違うな。違いますね。それでもう佐藤久さんに言い合い、要求の試合とかをやっぱ見てたんで。なるほど。久とはこのタイミングだと。そう、出せって言うんですけど、で、いや出せなかったとか、それをこう聞いてるわけですよ、グラウンド。で、やっぱお互い要求が高いなっていうのを感じましたね。ワントップから見るよ。ワントップ難しいっすね。まあいるからね。まあいますよね。うん、佐藤久人ですかね。おお、はい。うまさというか点取るためのね。そうですね。近くで見てたんですけど、うん、得点を取るためにバリエーションが豊富。うん、あとは本当にゴールを取るために考えてるんだなっていうのは感じますし、あの試合ですごいゴールを決めるんですよ。ドライブシュートとか、うん、あれをけど練習からやるんで、試合でもびっくりしますけど、まあ、練習からびっくりさせられました。まあ、普段からそういうのを意識して、まあ、ダイレクト打ったりとかループやったりとかっていうのがあったね。はい、そうですね。だから常にゴール意識してるんだなとか、ここからね、もうシュートレンジなんだなって。いい選手だね。いい選手ですね。まあ、背もそんなの大きいわけじゃないし、すっげえ早いわけでもないし、早いわけでもないんです。まあ、そうですね。だからその一瞬のその外し方とか、はい、裏の取り方とか、はい、じゃあと3人、2列目3人。とりあえずコオロギ心臓、うん、コオロギ心臓をシャドウと、うん、あとは復帰ですかね。極端だね。やっぱり J リーグに行っちゃダメでしたよね。そうだね。はい、エミルソンの次に衝撃受けたね。あ、そうですよね。うん、あれはちょっと止められないというか、復帰はだって復帰って書いてハルクでしょ、あれ。いや、本当そうですよね。ハルクって書くんだよね。もう投げ倒してましたから。いや、すごかったよ。でも復帰が新人とか18歳ぐらいの時に、はい、俺フロンターレの取材に行ったの、はいはい、関塚さんの監督で、はい、で、その時のまあ、エースはジュニーニョ。あ、そうですよね。ジュニーニョがいて、復帰は若くしていたんだけど、やっぱすごいのよ。すごいですよね。紅白戦すると、はい、全部ドリブルで持ってくの。でもやっぱ取られるのは取られるわけ。はい、で、復帰はすっごい怒られてる。で、もう一人怒られたのが、徳良健。はいはい。徳良は、ね、はい、フロンターレのユースから上がったばっくらいで、はい、徳良と復帰がずっと怒られるの。徳良復帰ってずっと関さんが怒ってるんだけど、もち二人は対戦したよね。あと一人ですよ。いや、難しいですね。僕的にはやっぱ広島の高萩を置きたいんですけど、やっぱ広島行ってびっくりした選手の一人なんですけど、あとはフランサも、あ、すごい衝撃を受けたので。そこはちょっと比べようがないというかさ。そうなんですね。まあ、どうするかだよね。はい、まあ、正直実力はもうフランサの上だけど、フランサの上なんですけど、ちょっとね、そのパサーっていう意味ですごい選手だった。フランスで。フランスで行きました。ああ、いいじゃないですか。キーパー西川。いやー、すげえ。右から塩谷、ジェジエウ、トゥーリオ、板倉。はい、ね。ボランチが中村健吾、青山。はい、フランスがいて、前にコーロキシンと復帰。はい。マントップ佐藤久人。強い。いやー。監督は誰じゃ。もう散々いろんな監督とこうやってきて。やっぱり。
森保さんですかね。おお、大市さんですか。大市さんがすごいなと。はい、いいね。まあ選手の能力をやっぱり 120% 出させてくれた。会話の中で。会話の中だったり、やっぱ距離も近いですし、うん、厳しさもある中で、まあなんかしっかり自分の芯っていうんですか、ぶれないところを持っていて、まあ、すごいなってやっぱ感心しましたね。はい、引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、どうしようだろう。